を断られたから。お前は彼女を殺して、カラキマコトも殺したんだな。どけよ、異常者。俺はもう、彼女は殺させない。絶対にだ。クジ君。あなたは道を踏み外した。放っておけばきっと、もっとエスカレートする。お前がハッキングして邪魔してるんだろ。どいて。やめろ。全ての真相は明らかになったんだ。これで彼女が俺を殺しても俺が外へ出ていけばお前を追い詰めることができる。全てを託したんだ。
再会だね。いいことを教えてあげようか。この仮想現実世界は、カナキマコト一人の記憶から作られたんじゃない。サチムラアカネの記憶からも作られている。つまりここは、二人の記憶から作られた世界なんだ。だからここにいるサチムラアカネは、彼女自身の記憶から作られたいわば本物という存在。だからこそ、この世界の彼女は、裏帳簿のコピーの隠し場所を知っていたんですね。まあ、彼女と再会できた気分はどう？嬉しいよね。事件の真相なんかどうでもよくなるくらい。何言ってんだよ。でも残念だけど、現実世界に戻れば彼女はもう死んでいる。誰よりも会いたかった指村茜はもういない。お前のせいだろ。だったらこの世界に残ればいいんだよ。何言ってるの。愛する者同士でさ、この世界でずっと生きていけばいいんだ。Sachimura Akane には永遠に会えなくなる。確かに君にとって僕は復讐相手だけどさ、復讐のために彼女を見捨てるの。彼女を救いたいんじゃないの。彼女の笑顔見たくないの。このタイマーがゼロになったら、仮想現実世界と外の世界は完全に遮断される。選べるのは一度きり。やり直しは効かない。さあ、君ならどっちを選ぶ。救いのない現実か、幸せな仮想現実か。隠してあるわ。彼には見つけられない場所にね。私の
思い出の場所に。捜査課の Kuji Nozomu容疑者で、捜査情報を事前に提供するなどの見返りとして多額の金品などの提供を受け取った収賄の容疑に問われています。 Kuji Nozomu容疑者は先日ホテルで死亡しているところが発見された Sachimura Akane さんと同じ特殊捜査課に所属しており、彼女の死に関与している疑いがかけられているほか、同じホテルで発見された殺人容疑で指名手配中の Karaki Makoto容疑者の死にも関与している疑いがかけられています。これら複数の容疑に関して警察当局は慎重に捜査を進めています。